東ズ上演は、室町時代中期から、戦国時代初期の武将、歌人、美濃市の脇上主。官職が、下の守だったため一般には、東の州と称される。西年については、王衛十二年説、同十四年説もある。室町幕府方向州として、京都にあり、霊勢派の西岸小鉄にも、和歌を学ぶが、法徳二年。 正式に二条派の行隆の門弟となる。交渉元年、関東で京徳の乱が発生。それに伴い、下唄で起きた本家千葉市の内紛を治めるため、八大将軍、足利義政の命により、着流の千葉み種、地種兄弟を支援し、幕張高種、原種房と戦い、関東を転戦した。だが、古学坊、 足利重氏が上演に敵対的な介入を図ったために成果はかんばしくなかった上、同行していた酒井定高も重氏に寝返った。さらに関東滞在中に応仁の乱が発生し、所領の身の群上を守護、時なりよりを要する斉藤明鎮に奪われた。しかし、これを嘆いた上演の歌に感動した明鎮より、所領の返還が叶った。その後、二人は、 死の交流を続けたという。文明三年、葬儀に古今伝授を行い、後年、周囲偶の注釈を葬儀に送っている。上演は古今伝授の祖として注目されるが、当時の花壇の指導者であったわけではなく、むしろ二条派科学の小説を伝えた科学者としての功績が大きい。歌集には、上演集、科学書には、東屋周機科記がある。 ありがとうございます。